すごい。ピンポン。はい、どうこんにちは、バシーとミクとミンです。はい、どうぞ。本日紹介するのはこちら、じゃーん。よいしょ、はい。プロジェクト世界カラフルステージ、初肉ウエハースですね。フィーチャリング初肉ウエハースですね。はい、プロセカの、ウエハースシリーズが出てきましたね。はい。予約開始の時の動画に撮ったんですけどね、まさかこんなもんが出てくるとは思いもしませんでしたね。はい。で、今回、アミアミさんの方で3箱予約させていただきました。全32種類だったんで、多分まあ、2ボックス買っても揃わないなって思ったんで、とりあえず3ボックス用意させていただきました。じゃあ本日はですね、ウエハース祭りやっていきたいと思います。はい。バシアとミクミンチャンネル。はい、じゃあ早速ね、ワンボックス開けていきたいんですけども、外箱の方から見ていきましょう。はい、箱買いするとついてくるこの箱、嬉しいですよね。はい、正面にはミクちゃんと、いちかちゃんと小羽ちゃんと、それからかなでちゃんとつかさくんと、みのりちゃんがいますね。思い出すのに時間かかるわ。はい。で、横を見てみて、こんな感じ。カードは、まあ、それぞれ、ガチャのカードだって、ガチャのね、柄のカードだったりって感じですね。それぞれのユニットの柄って感じになってますね。うん。裏はこんな感じになってます。賞味期限は2022年4月。結構持つね。はい。持ち込みもこんな感じになってますと。うん、なるほどね。で、内容の方が上の方に書いてあって、メタリックプラカードが1枚と、ココアウェハース味のウェハースが1枚入ってるって感じですね。まあ、これはいつも通りだね。1箱20個入りになってます。下はこんな感じ。はい、じゃあ早速ね、開けていきましょう。どう開けようかな、これ。よいしょよいしょよいしょ、これでいいんじゃないか。ほら、開いた。よし。なるほどね。こっから切ればいけるみたいですな。こっからこんな感じにスパッと切ったんですけど、うん、これでいいみたいだね。よしよし。はい、開けると中はこんな感じ。はい、よいしょ。ウエハースが20個ぐらい入ってて、袋綺麗だね。よいしょ。はいはい、袋はそれぞれなんか2種類柄があるって書いてあった気がする。はい、こんな感じですね。うん、プロセカの、まあ、この柄でね、いちかちゃんとみくちゃんのやつと、それから、それぞれの世界を作った人たちですね、が、いるような感じになってますね。なるほど。はい。じゃあ、早速、一個ずつ開けてみていくか。ちなみに、キャラクターのラインナップとしては、こんな感じになってるみたいですな。ボカロのカードが欲しいんだけども、ほぼ1種類ずつだね。で、キャラクターカードが全26種類で、ユニットカードが全6種類って感じになってるみたいです。わかりました。じゃあ、早速開けていきましょう。袋取っておきたいな、これ。はい、ではですね、開けましたんで早速見ていきたいなと思います。とりあえず全32種類でシークレットとかはなさそうなんで、とりあえずフルコンプを目指したいなと思います。はい、じゃあどんな感じに出るのかね、見てみましょうか。なんか聞いた話によると、なんかもうすでに手に入らねえみたいな感じみたいですからね。プロセカ人気だね。素晴らしいわ。よいしょ。はい、じゃあ1枚目見てきます。ドンと見てみると、お、これは司のカードだね。はい、天馬司のカード出てきました。星さんのやつだったか、これな。はい。というわけで、まず1枚目司くんでした。ちなみにウエハースはこんな感じ。はい、まあいつも通りだね。うん、ココアクリーム味っていうウエハースなんだよね。食ったことないかもしれないな。はい、じゃあ2枚目見ていきましょう。2枚目がこんな感じにやってったら時間がかかっちゃうな。はい、どんどん。おー、Mちゃんですね。はい。大鳥Mですね。はい、って感じに書いてある。いいね。はい。裏を見てみると、こんな感じ。レッツ作戦会議のやつですね。はい。ちなみに、後ろに、まあ、誕生日、身長、学校、学年、趣味って感じに書いてあるね。Mちゃんの趣味、ご近所探索なんだ。Mちゃんらしいって言うと、Mちゃんらしい。はい。じゃあ、3枚目見ていきましょう。はい、じゃあ3枚目いきます。3枚目、ドンと見てみて、おーっと、これはユニットじゃねえな。これはなんだっけ、ユニットカードか。うん、ユニットカードですね。はい。モモジャンプのカードが出てきました。いいね、これね。すげえ綺麗だわ。はい、裏面はこんな感じ。裏面はユニットカードは一人の夢見る少女と、アイドルを辞めた少女たちの異色アイドルユニットですね。うん。それぞれにユニットの説明書きが書いてある感じですね。いいね。はい。モアジャのカード綺麗でいいな。はい。じゃあ4枚目見ていきましょう。じゃあ4枚目でいきましょう。4枚目、ドン。おっと、これは、はるかちゃんですね。はい。これも星さんのユニットだった気がする。星さんのユニットがメインなのかな？はい。アイドルじゃない私という感じに書いてあります。うん。
なるほどね。はい、わかりました。じゃあ次5枚目見ていきましょう。5枚目が安いのドンと見てみると、おー、水木だー。これも星さんだって、星さんが目なのかな。はい、裏はこんな感じになってます。譲れないこだわりってやつですね。はい、はい、じゃあ次見ていきましょう。次は誰かな。ユニットカード、キャラクターカードが当たりな多いのは当たり前だけど、ユニットカードが欲しいかもしれない。はい、いきます。今ドンと見てみると、おう、はいはい、ねねちゃんですね。ねねロボ出てくるのかな。これも星さんだね。よく見るとここに端っこの方に書いてあるね。こんな感じに星が書いてあって、これが星いくつのカードみたいな感じに書いてあるね。星4とかあるのかな。はい、次見ていきましょう。いますせいのドンと見てみると、これはおーっと出ました。はい、真冬ですね。いろいろと闇が深いキャラです。うん、後ろはこんな感じ、いい子の形ですね。はい、やっぱこれも星さんだね。今後もしかしたら星4のカード出てくる可能性があるな。せいのドン、はい、おバーチャルシガー、いいね。一番欲しかったカードが来た。いいな、これすげえ素敵やん。はい、裏は見てみると、世界中のクリエイターが歌と思いを託すシンガーたちって感じで書いてますね。これいいね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次見ていきましょう。せいので、はい、いきます。せいのドンと見てみると、おー、アイリですね。はい、練習中のやつだね。はい、裏見てみるとこんな感じです。夢応援ですね。星さん、星をマジであんのかな。でも裏面見てみても、特に何も説明書きがなくて、キャラクターの名前しか書いてないんで、基本的には星さんでいいのかな。うわ、出てきちゃった。はい、ルイ君が出てきました。はい、あの警備員さんに怒られてるシーンだね。はい、ルイ君のカードが出てきました。うん、よいしょ。個人的にあの男キャラはあんまり好きじゃないのが多いんだけども、ルイ君は好きです。はい、じゃあ次見ていきましょう。せいのドンと見てみると、お、リンちゃん来たー。リンちゃんかわいい。モアジャのリンちゃんだね。はい、裏はこんな感じになってます。輝くステージって感じ書いてありますね。うん、はい、じゃあ次見ていきましょう。次は誰が出てきますか。それぞれミクちゃんが欲しいな。せいのドンと見てみると、これはイチカだー。はい、イチカちゃんです。星さんのやつだね。うん、見上げる先の、イチカちゃんになります。はい、次見ていきましょう。もうガンガン見ていこうかな。はい、いきます。せーのドン、お、ユニットカードだ。25時ナイトコードで、はい、ナイトコードの、カードが出てきました。裏がこんな感じです。25時夜の訪れとともに動き出す正体不明の音楽サークル、はいですね。ナイトコードのカードもいいね。うん、はい、ユニットカードやっぱなんかすごいまとまりがあって好きだな。はい、次いきます。せーのドンと見てみると、おい、アンですね。はい、星さんの絵になります。うん、裏はこんな感じです。絶賛手伝い中ということで、後ろにお父さんがいらっしゃいますね。はい。次、はい、いきます。せーのドンと見てみると、お、カイトだ。おお、こっちはワンダショのカイトなんだね。はい、これも星さんだね。裏を見てみるとこんな感じ。各世界のごとのキャラが出てくる感じなのかな。ってなると普通のミクちゃんは手に入んないかな。ミクちゃんが何なのか気になるだな。ちなみにミクちゃんはナンバーズ26みたいですね。はい、いきます。せいのドン、はい、あ、音やか、はい、トヤちゃん、音やじゃない、トヤですね。はい、トヤが出てきました。裏はこんな感じになってます。立たれた絆ですな。はい、次、今のところダブルなしですね。せいのドン、お、ルカネ出てきた。あー、ルカネはこれはレオニードのルカネですね。はい、おー、ルカネいいね。割と最近出てきたルカネですけども、はい、いきます。せいどん、はい、次が、お、しずくさんですね。はい、しずくさんこんな感じ。ド天然の彼女ですけども、普通に見るとすごい美人らしいからね。はい、はい、次見ていきましょう。いきます。せいのよいしょっと、これは、お、はいはい、ビビットバットですね。うん、ビビットバットも、まあそうなんだけど、全部そうなんですけども、基本的には後ろはミクちゃんという感じになってるみたいだね。なるほど、いいですね。はい、裏はこんな感じになってます。伝説を超えるために集った実力派ストリートユニットですね。はい、とりあえずこれでラストですね。かぶりなしだな、素晴らしい。はい、見ていきましょう。カードが出てこない。
ヨセイのドン。はい。あ、リン、いや、リンじゃねえ。レンジ君ですね。はい。これは、ちょっと個人的に嬉しいカードかもしれない。うん。3人映ってるからね、バーチャルシンガーがね。はい。裏はこんな感じになってます。難しい仲直りですね。はい。リンちゃんと喧嘩したやつだな。というわけで、とりあえず、ワンボックス目をバーッと見ていくと、とりあえず被りはなしな感じですね。あー、よかったよかった。うん。まあ、2ボックス目が怖いんだけど。はい。じゃあ、これで、とりあえずこれで20種類揃ったんで、あと12か。あと残り12種類当てていきたいなと思います。はい。ではですね、2ボックス目見ていきたいなと思います。残りの12種類当てていきましょう。いきます。せいの1パック目ですね。1パック目。ボン！はい。おう！小羽ちゃんだ。はい。一瞬どっちか迷ったぞ。はい。というわけで、小羽ちゃんが当たりました。うん、後ろにね、ボカロキャラグッズってのまたいいよね。うん。はい。後ろはこんな感じ。うん、はい。じゃあ次、2パック目見ていきましょう。せいの、ドン！はい！はい！ほなみちゃん来てくれた。アップルパイ買ってるところを目撃されたほなみちゃんね。はい。こんな感じ。味は変わらないのにですね。アップルパイ大好きだよ、この子ね。はい。じゃあ3パック目見ていきましょう。よいしょ、せいの、ドン！はい！みのりちゃんが出てきてくれましたね。みくちゃんと話してるところだね。うん。これも星さん。やっぱ星さんがメインなんだね。はい、裏こんな感じ。ライブ前夜の決意ですね。はい。次見ていきまーす。せーの、ドンと、はい、いちかかぶった。はい。かぶり始めたぞ。いきます。せーの、ドン。はい、あ、りんちゃん、ダブったけど嬉しい。はい、次、6拍目いきます。せーの、ドン。ルイか。ダブったな。ダブり始めたぞ。いきます。せーの、ドン。はい、アイリーダブりましたね。ダブり始めたぞー。いきます。せいの、ドン。おっと、ミクちゃんこれなのか。まさかのナイトコードのミクちゃんだ。わーお。わーお。見守る眼差し。はい。マジか。なるほどね。そうか。はい、わかりました。ちょっと複雑な気分だな。いきます。せいの、ドン。わーっとでバーチャルシンガーのダブりましたね。嬉しい。はい。普通のミクちゃんのカード欲しかったけど、星さんの普通のミクちゃんって考えてみたらいないもんね。はい。はい。真冬ですね。さあ、もう、後半戦突入ですので、いきます。せいの腕。せいの、ドン！はい。ねねさんですね。ねねさんダブりました。もう一回見ていきます。せいの、ドンと、お、めいちゃーん。ビビットバットのめいちゃんですね。こだわりの一杯のめいちゃんです。はい。いいですね。はい。じゃあ次見ていきます。せいの、ドンと。はい。エナですね。自撮りの時のエナだね。はい。裏はこんな感じ。最高のアングルですね。うん。はい。じゃあ次見ていきましょう。よっせいの、ドン。はい。あー、秋とか。やっぱ秋とはこのカードか。はい。星さんの秋とですね。裏はこんな感じ。にじむ苛立ちですね。うん。はい。じゃあ次見ていきます。せいの、ドン。はい。かなでさん来てくれた。はい、かなでさんのカードはこんな感じ。やっぱこんなカードですね。うん。はい。後ろこんな感じになります。画面の向こうにですね。初めてミクたちと接した時だね。はい、じゃあ次行きます。せいの、ドン。はい。おシーホちゃん出てきてくれましたね。シーちゃんですね。はい。シーちゃん出てきてくれました。裏はこんな感じになってます。胸に残る旋律ですね。はい。はい、次見ていきます。せーの、ドン。はい。おっと、レオニードのカードできてくれた。いいねー。あの、レオニードの衣装、個人的には結構好きです。はい。はい、じゃあ次見ていきます。せーの、ドン。はい、ルカネダブりましたね。うん、でもまあルカネダブってくれて全然いいわ。はい。次見ていきます。せーの、ドン。お、ユニットカード来た。ワンダショーだー。ワンダホーイ。まあユニットに恥じない感じの、キラキラさですな。はい、裏こんな感じ。今日も飛び出せ。ワンダホーイ。はちゃめちゃ衣装ユニットですね。はい。はい、じゃあラスト。2ボックス目ラストですね。見ていきます。せーの、ドン。はい、おー。さきちゃん出てきてくれた。いちかちゃんと一緒のやつだね。はい、こんな感じになってます。裏はこんな感じ。やりたい100のことですね。はい。よいしょ。はい、とりあえず、今どんな状況なんだろうと思って、見てみたんですけど、全部揃っちゃうじゃん。やっちまった。3も買わなくてよかった。はい、いちか、さき、ほなみ、しほ、るかねえ、
みのり、はるか、あいり、しずく、りんちゃん、以上。小羽、あん、なんだっけ、あきとか、あきと、とうや、れん、それからめいちゃん、つかさ、えむちゃん、ねねちゃん、るい、かいと、かなで、それからまふゆ、えな、みずきですね。で、それからみくっていう感じになってます。はい。で、ユニットカードが、こんな感じになってます。まあ、これで全部揃っちゃった感じだね。はい、ちまった。ダブったカードが少ない。今回かなり良心的だな。それとも私が、あれ偶然良かっただけかな。はい、ダブったのはちなみにこんな感じ。ダブったのが 1,2,3,4,5,6,7,8 種類だけだね。なるほど、わかりました。とりあえず3ボックス目開けちゃったんで、ついでなんでちょっと見ていきたいなと思います。はい。やっちまったよ。はい、ではですね、とりあえず3ボックス目見ていきたいんですけども、なんか噂によると、それぞれ入ってる、柄ですね。これ柄によって入ってるカードが決まってるみたいなやつがあるみたいなんで、ちょっとそれも検証しつつまた見ていきたいなと思います。はい、じゃあ1パック目見ていきましょう。お、バーチャルシンガーいきなりダブってくれた。いいですね。はい、はい、次、2パック目よっせいの、はい、と、お、ミクちゃんで来てくれた。いいですね。はい、3パック目せいのドン、おい、ルカーネ、いいですね。はい、4パック目いきます。せいのドンと、お、シホちゃんですね。はい、おい、次見ていきましょう。せいのドン、はい、お、レオニードのカードがいいね。はい、次いきます。せいのドン、はい、お、またバズるシンガーあれ、うん、はい、あ、パック目いきます。せいの、で、出てこれ、いや、せいのドン、はい、カイトですね。なんかバーチャル進化多めだな今回の悪くない。はい、いや、せいのドンと、はい、ルカネですね。はい、バーチャル進化多めだなマジで。いや、せいのドン、はい、お、真冬だ。はい、いや、せいのドン、はい、あ、めいちゃんですね。いや、すげえいい感じのデータだなこれバーチャル進化これみんな入ってんじゃないか。いや、せいのドン、はい、あ、はいはい、ほなみちゃんですね。はい、いや、せいのドン、はい、あ、みくちゃん、ダブったよ。なんだこのパック、すごいダブるな。え、3ボックスもすごいダブってる。いきます、せいのドン、はい、こはねちゃんの方ですね。はい、いきます、せいのドン、はい、あ、かなでちゃんですね。はい、はい、いきます、せいのドン、はい、どっちだっけ、はさきちゃんですね。はい、体映ってるとどっちだっけってなっちゃう。よせいのドン、はい、あ、いいですね。ユニットカードワンダショーですね。はい、いきます、せいのドン、はい、えなちゃんですね。はい、いきます、せいのドン、はい、めいちゃんです。なんかダブるね、このパックすごいダブるな、このパック、このボックス。はい、せいのドン、はい、ルカネ、また出たよおかしいな。いきます、最後です。せいのドン、はい、ねるちゃんですね。はい、というわけでとりあえず3ボックス目だけで見てみると、こっちがあのみくちゃんといちかちゃんが写ってるこのやつですね。で、当たったカードなんですけども、ルカネ、ねえな、さっき、こはね、こなみ、まふゆ、で、ルカネ2枚目、バーチャルシンガー、シホ、ミクって感じですね。ルカネがダブって出てきてるあたり、確かに、それは、噂は本当なのかなと言いたいところなんですけども、こっちが、で、こっちが、6人が映ってるやつなんですけども、ねね、めいこ、ワンダショー、かなで、なので、で、ミクがこっちでも出てきてるんですよね。うん。で、もう、メイちゃんがこっちでまた出てきてて、カイとレオニードで、ルカがまたこっちでも出てきてるんですよね。で、バーチャルシンガーがもうこっちで出てきてるんで、なんで、まあ、所詮噂は噂程度なんじゃないかな。なんか、ごちゃごちゃに入ってるね。で、このボックスに関して言うなら、ルカネ3枚出てくるって異常事態になってるんで。完全になんか
不均一アソートの時もあるっていう感じっぽいですね。なるほど、わかりました。はい、じゃあとりあえずとりあえず全種揃ったので、で今回カードファイルもちょっと買ってきてあるんで、ちょっとそれに、入れてみたいなと思います。この袋のまま持っとくのもいいんですけども、袋が臭いんでね。はいじゃあ詰めていきたいと思います。じゃじゃ、はい、100均のセリアで買ってきた、カードファイルですね、に全部入れさせていただきました。こんな感じに順番通りに入れてきました。はい、ベロット2枚目見ていくとこんな感じですね。うん。まあまあ見やすくていいんじゃないかなと思います。はい。で、よいしょ。ユニットカードだけこんな感じにね、飾らせていただきました。うん。どうしてもバーチャルシンガー真ん中に持ってきたくて、うん。あとは遊戯王のエグゾディア方式で飾らせていただきました。はい。まあこんな感じになりますね。うん。それから、余ったカードなんですけども、はい、余ったカード見てみると、こんな感じになって、レオニードがフルコンプで揃って、はい、こんな感じですね。うん。で、ナイトコードの、真冬が2枚出て、エナが1枚、カナデちゃんが1枚、このハネちゃんが1枚で、アイリー、ネンネって感じですね。うん。で、ワンダーランドショータイムのカードがまたちょっとダブったって感じかな。あとネネちゃんが、もう1枚ダブっちゃったね。で、ルイ君って感じです。で、バーチャルシンガーの、ユニットカードが3枚出て、でリンちゃんダブって、メイちゃんも2枚ダブって、カイトも1枚、ルカネが合計でこれで4枚ダブってんですよね。でミクちゃんが2枚ダブるっていう結果でした。うん。なんかこうして見るとすごい、なんか最初の開けた2箱だけが紙ボックスで、で最後に当てた3ボックス、最後に開けた3ボックスがなんかいまいちって感じだったみたいですね。うん。で男キャラのバーチャルシンガーで、カイトと、レン君がいるんですけども、カイトとレン君が1枚しか当たってませんでした。びっくりしたな。あ、カイトは1枚。カイトは2枚か。カイトが2枚出て、で、レン君がダブらなかったんだよね。1枚しか出なかったんだよね。って考えると、レン君今回は当たってくれてよかったなって感じですね。はい。っていう面白い結果になりましたね。はぁ。まあ、とりあえずフルコンプで生きてよかったかな。うん。はい。で、最後に、ウエハースをね、見るの忘れてました。今回、ココアクリーム味になってるんで、ちょっと食べてみましょうか。なんか控えめな甘さで美味しいかも。うん。いつも食べるのが大体バニラ味なんで、ココアっていうのはちょっと珍しいんですけども、うん。まあ、これはこれで美味しくいただけますね。さあ、60枚消費していきますか。はい、というわけで、プロジェクト世界カラフルステージウェハースですね。3箱開けてみたの結果でした。本当に最初に開けた2箱だけが紙ボックスで、あと開けた3ボックス目がやばかったって感じの結果だったんで、無事揃ってくれたのが、良かったのかなと思います。はい。で、とりあえず今回、1段目だと思うんですよね。カードのレアリティがみんな星3だったので、うん。おそらく続編が出てくることは間違いないのかなと。星4のカードがね、多分次はラインナップに入るのかなと思われますので、はい、またで出るようであればまた3箱くらい買ってね、見ていきたいなと思います。はい。まあ、カード自体がすごいいい感じのカードなんで、個人的には結構おすすめです。うん。まだね、もし売ってるところがあれば買ってね、自分の推しを当てるなりなんなりでいいんじゃないかなと思います。はい。バーチャルシンガーのカードやっぱいいね。はい。というわけで、プロジェクト世界カラフルステージウェハース3箱開けてみたの動画でした。紹介したバシとミクとリンでした。はい、またね。またね。バイバイ。本日のプチミクコーナー。はい。では久しぶりのね、プチミクコーナーやってみたいなと思います。最近あんまりなんかこうちっちゃくレビューするようなものがなくて、はい。じゃあ本日はですね、プロセカー関連で、レオニードの CD が届きましたんで、こちらの方ちょっと開けてみたいなと思います。で、こちらの方は、初回生産限定封入特典が入ってて、レオニードのトレーディングカードが1枚入ってるんですよね。うん。なんでこちらの方ちょっと開けてね、見ていきたいなと思います。ちなみに収録曲はこんな感じ。ニードルとステラが入ってますね。で、それぞれカラオケバージョンも入ってるって感じです。全4曲。うん。これで、いくらだったかな？ 1000…
500円ぐらいだったかな。うん、はい、じゃあ早速ね開けていきましょう。やっぱ CD は円盤だよね。先ほど間違えました。 CD は円盤、当たり前ですね。小泉言葉になっちゃった。曲は円盤じゃないとねですね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。どういう風な感じ入ってるのかな。どこにあるんだ、レオニードの CD。 いい感じだね。うん、はい、まあ、それはいいとして、カードどこ。ここかな。じゃん、はい、歌詞カードの中に入ってるっぽいね、ここにね。はい、じゃあ見ていきましょう。誰ですか、まだわからない。カラフルステージ発明って感じに書いてある。はい、いきます。ドン、しほちゃんだ。はい、しーちゃんが当たりました。で、カードなんですけど、普通に厚手の紙って感じだね。うん、ちょっとここに初期傷っぽいのがあって、これがすごい気になる。はい、って感じになってるみたいです。特に光もせずって感じだね。これだったら別に集めなくてもいいかな。はい、って感じのものが入ってるみたいです。うん、でこれなんですけども、今5枚 CD が出る予定になっていて、それぞれのユニットが、CD を出してるって感じになってますね。うん、で8月に25時ナイトコードの、CD が出て全て終わりって感じなんだね。うん、にしてもね、表紙がすごくいいです。はい、って感じでした。というわけで本日のプチミクコーナーでした。またね、またね、ミクとミンとバシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバッシアとミクとミンチャンネルをお願いします。